はい。お元気さまです。クルメディシューズの平です。えー、本日はですね、えー、まあ、教え子の親御さんたち、まあ、病院の先生たちからね、聞くような話とかをちょっと中心に、えー、まあ、病院民営化という形でですね、まあ、今、国がこう、やろうとしているわけですよね。はい。まあ、とにかく、その、どうやって、えー、まあ、最終的にはね、その外国のその医療 AI を入れて、 で日本のお医者さんたちを全部いなくしてしまって、まあ、それで、えー、やっていこうというような形で、ですね、まあ、医療を民営化するとで、えー、公務員も民営化すると、官僚組織も民営化すると、国会議員も民営化すると、全部民営化するというふうな形で、ですべ、ねはい、てを民営化するんだということでね。 日本人のために税金は1円たりとも使わないぞというようなところで,です、ねまあ、やっていこうというふうなところで、まあ、動いていると、まあ、日本人が納めた税金はそのロシアとの戦争とか、ね、今度中国と戦争するとかなんとか言ってるから、まあ、そういうところに使おうちなことなんだと思いますけどね。うんまあまあ、あのどういうふうな手順で、えーまあ、病院民営化していくかというふうなあたりもです、ねまあ、興味があるような人たちもおられるでしょうから。 まあそれと今、何が起こっているのかと、<laughs> ビッグモーターの話が10年前に出てましたよという話をしていますけれども、まあ、10年前というかね、2016年にその日本の物流が、まあ、中国が今乗り込んでこようとしてるよという話が2016年に出ていたということは、その10年後に実現するわけですよね。だから2026年までには日本の物流というのは中国が完全に乗っ取ると、そして次は自民党を乗っ取ると。 中国が自民党を乗っ取って、中国が財務省を乗っ取ってというような形で、どん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 今からあの一気にねあの、ドミノ倒しのように、えー、日本はあ攻め込まれていくことになるわけなんですけれども、もうそういう現実が全く見えていないような、日本のねそそういうい日日本本人のその日本の中枢の日本人たちっていうのはね、もうこういうくだらんことばっかりやってるわけですよ、病院民営化をやるのやらんのとか、そういうようなことばっかりやってるんですよね。はい ということで、まあ、なんか最近、自民党の女性議員たち数十人が、まあ、外国旅行をしたとかなんとかでえらい叩かれてるというふうな話が出てますよね。うん、で、それに関して、その病院民営化を推し進めてるようなユーチューバーたちいるわけですよね。100万人登録とかね、もうとんでもない数のどういうユーチューバーたちが、あ一斉にけしからんというふうに言ってるわけですよ。あ、なるほどなと。 今、叩かれている自民党の女性議員たちね、外国旅行なんかやってんじゃないよと、みんな水害とかでね、台風、台風だったかな、水害が最近あったわけですよね、日本で。日本全土でもう水害があって、みんな苦労してるのに、何ヘラヘラやってんだという感じでね、もうみんなピリピリしてるような時に、<laughs> イエーイとかいう感じでやってると、さすがにそれはちょっと怒るやろなという風なのはねあの、日本人は余裕がないんだとかね、なんかけのわかんないことを言ってる、そういう。 YouTuber っていっぱいいるじゃないですか。ああいう人たちってみんなね、メンツ見てたら分かるんだけれども、その病院民営化っていうかね、何でも民営化です。はい、病院民営化だけじゃないです。何でも民営化しましょうっていう風に言ってるような人たちです。うん だから、まあ、彼らからするとです、ねその、彼らがそのあの自民党の政治家たちを、女性議員たちを、そのなんていうかな、あの擁護しているっいうことは、要するに、あの中にはいっぱいそういう、ね、あの病院民営化を推進している自民党の女性議員たちがいっぱいいるんですよね。 だけど、まあ、そこをうまくねあの、なんとかするように、必死になって、あれ、全部が全部じゃないですよ。全部が全部じゃなくて、病院民営化に反対しているあの女性の国会議員もあの中にいるわけですよ。だから、その人の名前がこう引っ張り出されて、こいつはね、えー、ね、あの、 岸田総理の、あの岸田総理と仲のいいやつだから、まあ、要するにその病院民営化に反対してるやつだからね、そういう病院民営化に反対してるようなやつが、そういうふうなことをや,やらかしたんだみたいな感じで、ね、なんかうまくこう、すり替えようとしてるわけですよ。で、今回もそのデジタル庁の、その、何だったかな、あの保険証のデジタル化とかで、まあ、あれを使ってうまく病院民営化を推し進めていく人たちが、 金稼ぎをやってたんだけれども、その病院を民営化するためにねお金が必要だということで、その軍資金を集めていたんだと思うんだけども、あれがあの一気にねあの民営化反対みたいな人たちにガチャンとやられたもんですから、まあ必死になってね今度はそのデジタル庁のそういう不手際があったのは、あ岸田総理は悪いんだと、まあ、結局、岸田総理は一番の責任者ですからね。うん まあ、なんちゅうかな、そういうところがあって,て、まあ、非常に面白いなと <laughs>、ね、そういうふうな病院民営化っていうかね、まあ、病院民営化に限らずですよ、大学の民営化、NHK の民営化、最終的には財務省とかを民営化するっていうね、公務員を民営化して、まあ、ロボコップみたいなね、ロボコップの映画見たことある人を、 おら、まあ、れるかと思いますけどね、まあ、ロボコップの映画の時に警察官たちがね、えー、警察を民営化しているわけですよ。警察官民営化されてるんで、俺たちはもうこれ以上、ねえー、犯罪と向き合うのは嫌だと、ね、ストライキをやるぞとかいうな感じでやってたようにですね、な、まあ、何でも民営化していくといううな世の中ですね。まあ、最終的には財務省を民営化するっていうのの彼らの 最終目標だとは思いますけれども、まあ、なんかね、そういうくだらんことをやってるうちに中国からもう乗り込まれて占拠されてしまうぞというふうに、もう台湾より先に日本があのやばいんじゃないのとは思うんですけども、はい、ということで,です、ね、どういうその道のりなのかっていうとです、ね、まあ、手っ取り早いのは、要するにそのお医者さんを全部排除して、えー、医療 AI を入れたいということで、ね、外国人テロリストたちが日本に医療 AI を売り込みたいっいうようなことなので。 まあ、外国人テロリストたちからいっぱい賄賂をもらおうというふうな人たちなんだと思うんでね。うんまあ、そのために、まずはそのお医者さんを亡くしたいと。じゃあどうやったらお医者さんをなくせるのかというと、医師免許の更新制ですね。はい、医師免許の更新制というのがこれから歌われると思います。で医師免許の更新というのをやって、誰一人も。 誰一人お医者さんは医師免許の更新ができないという風になってくると思います。はい、これはですね。え一体何なのかというと、これ教員免許もそうですね。今教員が足りない教員が足りないと言ってるじゃないですか。これ原因何なのかというと、教員免許の更新中のをやったんですよ。 まあこういうのもその外国人テロリストたちが中心となって、日本の,あの教育を破壊するっていうようなことをねやっていたんだと思いますが、それによって教員が足りないというふうになったように、同じようにお医者さんが足りないと、もう医療 AI を入れざるを得ないというような状況を作らないといけないということね、医師免許の更新というのは、そらくこれから言われるようになると思います。 えだって岸田総理、まだいるじゃないという風に言うかもしれないけど、まあ、岸田総理がいくら頑張ってもね、もうあの安倍さんも、ね、暗殺されてしまいましたから、もうあの止めることはできないんですよ。そういう,うな民営化集団を、ね、止めることができなくて、もうあの岸田総理は押し切られると思います。はい、ということで、まずは医師免許の更新っていうのがこれから始まると思いますから、見ておきましょう。はい、ということですねそれから、えー、あ一応ね。 あの外国人テロリストとかいうふうに言ってるけれども、そのあのなんちゅうかな、医療 AI とかを開発してるような人たちがテロリストってうわけじゃないですよ。その医療 AI とかを、ね、開発した人たちから購入して、 それをどこの国に売り込もうかなってな感じでね、外国人テロリストたちが必死になってね、そうやっていろいろ、いろんな国でテロを起こしながら、うまくこう医療 AI を売り込もうとするんだけれども、今はもう本当ね、世界中が日本以外すべて、日本以外のすべての国々で、外国人のそういうテロ活動を徹底的に、ね、排斥しているもんですから。 まあ特にマレーシアとかは激しいですよね。マレーシアとか激しいから、日本のテレビとか日本の新聞とかでは結構ねあの、マレーシアを叩いたりしてます。外国人テロリストたち、ね、の敵だから。<laughs> だから正義の味方は叩くんですよ。日本のテレビや新聞がね。そういうマレーシアはけしからんみたいな感じでね、うん、叩いてます、はいで。特にやっぱりそれがもっと広がったのがやっぱりロシアでしょうね。ロシアとか KGB とか使って外国人テロリストを排斥するもんだから、もう戦争になっちゃってるんですよね、今は。 と、はい、ということでですね、えー、もう一つ言っておくと、ジェネリックですね、はい。これもお医者さんたちが言っていることですけども、もジェネリック医薬品というのはあの、まともにジェネリック医薬品というのを 作っている会社がいっぱいある中でですね、あのとんでもないものを作ってる人たちいるわけですよ、ジェネリックの薬品をですね。だからそのジェネリックのとんでもない薬品とかができてたりするんで、もうお医者さんたちの中ではもうジェネリック使わないという風に言ってるんですよね。で、えー その製,の製品としてはね、原材料は同じものを使ってるんですよ。原材料は同じものを作ってるんだ使ってるんだけれども、その全く適当に作っちゃってるもんだから、全く効果がないと。うん、同じものを、ね、飲んでも効果がないと。ちゃんとした製薬の仕方をしないと効果がないのに、そこで金儲けをするためにいい加減に作るわけですよ。もういい加減なやつらに作らせて、いい加減な薬にしちゃうわけですね。そうすると 効かない、効かないだけならまだいいって言ってるんですよね、お医者さんたちは。効かないだけじゃなくって、これが、その、なんていうかな。 逆に毒になってしまっているということで、ジェネリックとかを、ね、あの飲んで、逆に体がおかしくなってしまったというような人たちがいるので、もうジェネリック使わないというようなことをね、もう真面目に作ってる人たちいるんですよ、ジェネリックをね、真面目に作ってる会社があるんだけれども、そういうのはいい加減に作ってるような会社もあったりするので、もうとても怖くてね、もうめんどくさいって言うんですよ。あのそうやってこのジェネリックは 安全だけど、このジェ,リジェネリックは毒だとかいうような感じでね、見分けがつかないので、そういうところをちゃんと見分けて使ってるような病院もあるかもしれないけどね、病院というか、その医薬,薬局か、まあ、病院ですな、はい、だけれども、そういうのがないってうなことですね。まあ、これに関しても、さあ、どうなんだろうなと、このジェネリックの医薬品とかをそういうふうにやっても、一切ね、あのビッグモーターと同じように取り締まりをしないと。 これもう10年ぐらい前から言われていることです。そろそろビックモーターと同じように、ーンとやられます。はい、でその時に、これはやっぱり、ねえー、病院が腐っとるから、ジェネリックみたいなものを使うんだと。 金目当てにやろうとしている病院があるんだ。やっぱ病院は民営化しないといけないんだっていう,ような感じでガーンとやるのか、それとももしかしたらそういう病院民営化とかを推進しているような連中が金儲けのためにね、病院あのジェネリックをあーで金儲けしてるのかもしれない。なので、ジェネリックで金儲けするためには病院を民営化しないともう。 病院という病院がね、金儲け主義に走らないと、営利団体にならないと、ね、営利企業にならないと、そういうジェネリックを入れてくれないというところで、まあ、病院の民営化を今加速させているのかなというなところもありますね、はい。だからもう病院としても金儲けに走らないといかんから、毒かもしれないけれども、ジェネリックを使うとかいうふうになってくる可能性はありますね。はい、ということで、さあ、どこら辺から。 あの花火が上がってくるのか分かりませんけどね、まあ、いろ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 い、まあ、あの動きがあってますよね、ああいうのはね、はい、見てて面白いと思います。だからあの特に注目しておくといいのは、そういう今回の、ね、自民党の,その何十人か、ね、旅行に行って今、戦っている、イエーイとか言って戦れているような人たちを擁護している人たちですね、擁護してる、YouTube とかで擁護している人たち。うん あのバカ者がみたいな感じでね、なんで自民党の、ね、そういう病院民営化をやっているような人たちを叩くんだみたいな感じでね、<laughs> あの擁護しているようなあの、何十万人とかね、何百万人とか、そういう登録者がいるようなですね、何百万人はないか、うんまあ、100万人ぐらいは限度でしょうからね、はい、めちゃくちゃ登録者数が多いようなそういう人たち。まあ、それをちょっと YouTube とかでね、見ておくといいと思います。次にどういうふうに病院民営化のために彼らが動き出すかっていうのをね、もうひたすら病院の,あの悪口ばっかり言ってますよ、彼らは。よく言ってます。病院はダメだみたいな感じでね、うん。特に医師会はダメだみたいなことは言ってますね。はい。さあ、ということでですね、えー、今日は一応、あの、まあ、ビッグモーターとかね、そんなの,あの10年、 前から知ってたならなんで教えてくれないんだとかいうふうに思ってる人たちもいるでしょうけれども、まあ、そんなね、ビッグモーターがどうだとか、あるいは当信衛生部校がね、これからどうなるとか、そんなね、どうでもいいじゃないですか、そんな話は。<laughs> そんなことに興味のある人たちいないと思うんですよ。そうじゃなくって、全般的にね、あの全般的にあの影響のあるような。 そういうふうなお話、皆さんが受ける医療ですね、病院に行ったらどうなるとかですね、そういった話の方が、多分こういうところでね、話をする、まあ、全員にとってあの、共通の利害に関係するような話になってくるんじゃないかなというふうに思いますね、うんまあ。なかなかひどいですよね、あの病院民営化をする理由は、その医療費が10倍とかに跳ね上がったら、なぜ素晴らしいのかっていうふうな、彼らの理論ですね。 はい、に関してはこういういな話があります。あの夕張市がまあ破綻してね、えー、もう救急車が走ってないんですよ。で夕張市のところで救急車が走ってないので、これはその国民、あの夕張市民というのはものすごく健康にあの留意するようになったと。 救急車をタクシー代わりにただ乗りしようとかしてるような連中がおるとかいうような感じで,です、ねまあ、よく叩きますよね。というのも、それは病院を民営化してないから救急車をただ乗りするんだと、ね、夕張市を見習えと、ね、医療費が10倍になれば病院が民営化すればみんな自分の健康に対して、えー、気を遣うようになるんだから、だから病院民営化は絶対に罪になるんだっていううな感じで、ね、彼らはこうやって話を持っていこうとしますよ。 うん、ですよね。はい。そういうことはもうちゃんと分かっておかないといけないことです。当たり前のことです。そういうふうな世の中ですから。ね。悪が勝って正義が負ける。それが日本の世の中ですよと。なぜならば世界中のテロリストが日本に集まってきてるからもう今、世界中からテロリストたちがね、もう排斥されてしまってね、かわいそうなぐらいにね、排斥されて、日本しかもうないんですよ。彼らのオアシスは。 ということで、まあ、自民党とか財務省とかね、これから外国人がもうどん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 あの選挙していくと思いますので、まあ、どこら辺かでね安全なところで、えー、日本から脱出するというようなことも一つの選択肢として、まあ、力をつけておくということですね、今のうちに。ですねはい、ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入ってあければチャンネル登録お願いします。下の方にあのブログ、便イシード、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。